デジマート製品レビュー、今回はグリアーアンプスのライトスピードオーガニックオーバードライブをご紹介します。オーガニックオーバードライブという名前がついているので、どんな感じかな、トランスペアレント系かなというところですけども、まあちょっとね、シンプルでこう、ラウドネス、ドライブ、フリーケンシーというシンプルなコントロールからどういった音が出てくるのか、早速チェックしていきたいと思います。それでは早速サウンドチェックに参りましょう。まずこのライトスピードオーガニックオーバードライブなんですけども、コントロールは非常にシンプルに3つです。こちらラウドネス、ボリュームですね。それからドライブ、まあこれ歪み量というかまあそういう印象。で、フリケンシーですね。まあこれはトーンというか全体のトーンをシフトするコンツァーのような働きだと思います。それぞれどんな効果があるのか、ちょっとこのストラトで弾きながらチェックしていきたいと思います。まずはバイパスのサウンドからです。エフェクトをオンにしてみます。今こうほとんどつまみのメモリが真ん中の位置なんですけども、ガラッと音が変わるというよりは少しこう音がスッキリしたというか抜ける感じにもうこの時点でなるかなと思うんですけども、この段階からこのフリケンシーですね、トーンを少しいじっていってみます。はい、いかがでしょうか。こうストラトだとやっぱりこのセンターから上がっていったあたりのこうキレ感というか、それと同時にコンプレッション感も少し、変わってくるというか、このトーンがなかなかですね、もうサウンドキャラクターをガラッと変えるためのデバイスというか、ポイントのような気がします。こう左半分に回していくと、こうアンプが遠ざかっていくようなイメージですね。でこちらにするとアンプがぐっとこう手前に近づいてくるような、この音の前後を決めるようなコントロールだと思いました。続いてドライブも合わせて少し音作りをしていってみましょう。はい、どうでしょう。こうほとんどですね、いじらなくてもいい音がしちゃうっていうか、そのまあ弾き手がこう盛り上がれば盛り上がった音がするという、そういう意味でも非常にいいエフェクトだと思うんですけども、こう例えばストラトの場合、僕だったらさっきのちょっと今っぽいブルースな感じというか、だったらこうアンプを少しプッシュする意味でゲインをちょっとだけ上げる、でこのトーンをまあ時計でいう1時か2時ぐらいがベストな美味しいポジションかなと思いました。ピックアップのポジションを変えてもですね、ちゃんと音が変わってきて、ハーフトーンがちゃんと抜けてくるっていうのが美味しいポイントで、さらに結構こうピーキーなセッティングっぽくしてもですね、例えばストラトのブリッジピックアップなんかでも全然音が痛くならないんですね。いらないところが全部こう削ぎ落とされて、欲しいところだけ残るような、そういった気の利いたコントロールだと思いました。続いてギターを変えて、今度はハンバッカーの搭載されたレスポールでチェックしていきたいと思います。つまみ位置は全部こうセンターの位置から始めてみます。
いかがでしょうか。レスポールで今弾いてみるとですね、先ほどとはちょっと雰囲気が変わってくると思います。レスポールで弾いて感じたのは、こう小型の真空管アンプがこう心地よくドライブしていくようなイメージですね。特にこう、ちっちゃい口径のスピーカーがこうブライトになっていく感じがこの辺のトーンですごくよく表現できていると思います。で、この先ほどストラトキャスターだとこのちょっと上げ目が美味しいポイントだったんですけど、ハンバッカーの場合少しこう、甘くするというか、左回しに回してあげると、こう、ちゃんとネックピックアップのこうコクのある音とかそういう成分がよく出てきて、逆にドライブもセンターからちょい下げ、ラウドネス、このボリュームを少し上げるみたいな感じの方が僕は美味しいかなと思いました。デジマート製品レビュー、今回はグリアアンプスのライトスピードオーガニックオーバードライブというペダルをご紹介しました。いかがでしたでしょうか。まあ、昨今、もう定着したと言ってもいいでしょう。このトランスペアレント系ペダルの、また新しい機種というイメージで、とにかくですね、一度オンにするとなかなかオフれない、そんな感じのペダルです。ドライブを下げた時はですね、非常にこうコンプレッションだけというか、アンプのヘッドルームをちょっとこう、こづいてやるというかね、そういう印象で、でも、トーンがこう、キラッとしてるんで使いやすい抜ける音なんです。で、こう、ドライブを上げていくと、アンプが歪んだような音なんですけど、アンプ単体だと、そんなに綺麗に歪まないよねっていう、まあ理想的な歪み方というんですかね。そういった音が得られました。で、サスティンも十分あるので、クリーンなんだけど、歪んでいるという、そのいわゆるトランスペアレント系の、音のイメージそのまま、使い勝手のいいペダルだと思います。ストラットだと本当にね、こう、かっこいいアメリカン、テキサス系サウンドっていう感じなんですけども、ちょっと個人的にはレスポールタイプ、ハンバッカーで弾いた時の、ちょっとこう独特の、なんていうんですかね、小型アンプがフルアップしたような雰囲気、これをもう少しこう、味わいたいなという印象でした。皆さんもぜひチェックしてみてください。